はい、おはようございます。ジェントです。今時間はですね11時4分です。今日はですねスペシャル岡崎に来ています。何をするかっていうと富士ヒル前のですね、自転車の最終メンテですね、それをやっていただこうと思います。特にドライブトレイン周りの洗浄とか、その辺をね、やってもらって、それであとちょっと全体的に問題ないかちょっと見て最終調整したいと思います。最後までご覧ください。あ、すいません、一個最初にね言わないといけないね。はい、なんだっけな、この辺に、はい、ついてたそのちっちゃい部品があるんですけど、はい、それが中にこう入っちゃったんですでちょっとカラカラ言ってる状態。はい、まあ救出しましょうかそうなんかだと、うん、時間かかるっぽくて、ただ、後のあるじゃないですか、あっちであれば、もしかしたらすぐ準備できるかも。ちょっとこう入ってきてる、ほんと一部だけ入ってきて、店に割り当てもらえそうなので。あ、そうですか。はい、いつぐらい？あ、もうここ1週間とか、それくらいのスピード感で。そう、はい、もう丸っとセット、なんかクランクはまだちょっといつくらいかっていうのは不透明みたい。ああ、クランクですね。プロケンはどうなのかな。ありがとうございます。はい、本当か。いや、じゃあね、すごいですよね。レッドがですね、今日手に入って、ずっと狙ってたんですけど、超気に入った。この辺の端っこでの音は、多分このホースがかかってないところがペチペチいってるっていうのが、今のところだと可能性としては聞くのかな。なるほど、はい、走ってて実害がなければいいんですよ。そうですね、基本もし落ちてて中に入ってるっていう場合は、なんか中から破壊しちゃうとかっていうのは、もっとあれではない。で、クランク周りもスリーブかぶってるんで、クランクシャフトに対しても影響ないですし、影響っていうのは基本的にないと思っていただいて、ちょっと変えるときにブレーキホースとか抜くんで、そこでちゃんと確認するっていうのが、一番間違いはない。減速するとき、後ろの方がこうちょっと重くなるときに一発でボタンで行かなくて、カラカラカラつって、それでも、いや、行ってきました。ですね、まずその部品、これはもうちょっと取り出せなかったと。で、最終調整はしてもらったと、いうことです。それでね、今日思わずそのレッドがね、入荷して手に入ったと、いうのがちょっとビッグサプライズでちょっとありました。今日の今日ね、本当つけられればもうベストオブベストなんですけど、やっぱりあと1日今週中ぐらいに入ってくるっていうことで、でかつ作業もね、結構大掛かりな取り付け作業になるらしいんで、今日の今日っていうのはちょっと無理だったと、いうことです。いきなりパーツを変えてやっぱり富士ヒルで本番でっていうのは確かにリスクがあるし、それしょうがないかなと、いうふうに思います。はい、ぜひね、ニューレッド、ゲットして取り付けたら、最速でね、レポートしたいと思いますので、それをお楽しみに。はい、最後までご視聴ありがとうございます。では、またお会いしましょう。っていうか、今度は富士ヒルかな、本番かな。はい、じゃあさよなら、バイバイ。